皆さん、今回は言語化の魔力、言葉にすれば悩みは消えるという本をご紹介します。この本は悩みを言葉にすることで、その悩みがどのように消えていくのかを詳しく解説しています。著者の樺沢紫苑さんは精神科医として30年の経験を持ち、 YouTube で4000以上の悩み相談に答えてきた実績を持つ方です。本書ではその豊富な経験と知識をもとに、悩みを解消する究極の方法が紹介されています。ぜひ最後までご視聴ください。本書の特徴は、悩みを3つの軸で分析し、それを言語化することで解決への道筋を見出すという点です。著者はコントロール軸、時間軸、自分軸という3つの視点から悩みを捉えることで、漠然とした不安や心配を具体的な問題として認識し、対処可能なものに変換していく方法を提案しています。例えばコントロール軸について、著者は興味深い例を挙げています。同じブラック企業で働いていても、3ヶ月で鬱になる人と3年以上平然と働き続ける人がいるという事例です。この違いは何か。著者によれば、それはコントロール感の有無だと言います。つまり、忙しい労働環境そのものがストレスなのではなく、その状況を自分でコントロールできていないと感じることがストレスの原因になるのです。このコントロール感という概念は、本書全体を通じて重要な役割を果たしています。著者は悩みのコントロール率を 0% から 100% までの数値で捉えることを提案しています。例えば、明日の遠足で雨が降るかもしれないという心配は、天気そのものをコントロールすることはできないので、コントロール率は 0% です。しかし、雨が降った場合の対策を考えるという形で悩みを再設定すれば、コントロール率は 100% に近づきます。著者はこのようなコントロール感を取り戻すための言葉も紹介しています。なんとかなるさ、できる、やれることをやれる範囲でやっていく、といった言葉を意識的に使うことで悩みを減らしていけると説明しています。これらの言葉は脳科学的にも効果があるそうで、例えばできるということで脳内にドーパミンが分泌され、パフォーマンスが向上するといいます。本書の特筆すべき点は、著者が4000以上の悩み相談に答えてきた経験から、人間の悩みをシンプルに分析できるシステムを構築したことです。著者によれば、一見多種多様に見える悩みも、実は多くの人が同じようなことで悩んでいるそうです。そしてその悩みは3つの基準で分析できるとしています。この本は、日々の生活で悩みを抱えている人、自分の感情をうまくコントロールできずに困っている人、そして自己改善に興味がある人に特におすすめです。また、心理学や脳科学に興味がある人にとっても、新しい視点を得られる一冊になるでしょう。本書を読むことで、読者は自分の悩みを客観的に分析する力を身につけることができます。悩みを言語化し、コントロール可能な問題として捉え直すスキルは、日常生活のあらゆる場面で役立つと考えられます。仕事でのストレス管理、人間関係の改善、自己成長など、幅広い分野での応用が期待できます。また、本書で紹介されている手法を実践することで、読者は自己理解を深め、より効果的な問題解決能力を身につけられる可能性があります。悩みを3つの軸で分析する方法は、複雑に見える問題をシンプルに整理し、対処可能な課題として捉え直す助けになるでしょう。さらに、本書は単に悩みを解消する方法を提示するだけでなく、人生をより豊かに前向きに生きるためのヒントも含んでいます。コントロール感を高めることで、日々の生活により主体的に取り組めるようになり、結果として自己効力感や幸福感の向上にもつながる可能性があります。著者の樺沢さんは、精神科医としての専門知識と YouTube での実践的な悩み相談の経験を融合させ、理論と実践の両面からアプローチしています。そのため、本書の内容は学術的な裏付けがありながらも、日常生活に即座に応用できる実用的なものとなっています。本書の魅力は、悩みという誰もが経験する普遍的なテーマに対して、新しい視点と具体的な対処法を提供している点です。言語化の魔力というタイトルが示すように、言葉の力を活用して悩みを解消していく過程は、読者に新たな気づきと希望をもたらすでしょう。ただし、本書で紹介されている方法が万能であると考えるのは適切ではありません。個人の状況や悩みの深刻度によっては、専門家のサポートが必要な場合もあります。
本書はあくまでも自己理解と問題解決のためのツールの一つとして捉え、必要に応じて適切な支援を求めることが大切です。最後に、この本は単に読むだけでなく実際に実践してみることが重要です。著者が提案する悩みの分析方法や言語化のテクニックを自分の日常生活の中で試してみることで、より深い理解と効果が得られると考えられます。本書を読んだ後、少しずつでも実践していくことで悩みとの向き合い方が変わり、より充実した人生を送るきっかけになることでしょう。